久保さん今回誰にしましょうかまあ久保さんもね僕も変わりましたけど誰のためにやるのかって昔はその自分のためにやってたんだけどもなんか気が付いたら会社のため従業員のためになってたところがめちゃめちゃあると思うんですよ何のために働いてんのかなみたいな <laughs> 何のために生きてんのかなと何のために頑張ってんのかなっていうその責任をね全うするためにうん まあ会社で頑張ってみたいなまあ今はね僕は本当に昔と違って自分のためだけにやってるので楽ですねまあそのまあ今もねいろいろな不安はあるんだけどもなんか当時のプレッシャーとか責任とか重さとかに比べると楽なので逆にこの楽を乗りこなさないんだったらもう無理乗りこなせないんだったらまあ無理ダメだなと思いますしこの責任程度を果たせない 自分の飯食う分ぐらいを稼ぐことができないっていう、この責任も果たせないようだったら、まあまあ、こんなね、自由な生活を維持していくのはできないですし、まあ、また就職活動するしかないだろうし、でもそれは嫌なんで、まあ自分のためにこれからも日々、包丁磨きしてね、あの新しい包丁はいらないから、自分の包丁をもう磨き続けるって感じですかね、僕は。 うん、で包丁ってずっと研いでいくと、まあ、鉄を削ってるので、まあ、包丁なくなってくると思うんですよで最終的に死ぬ時に包丁がなくなるぐらい、あのー、でいいんじゃないかなと思うんですね、うん、やっぱ誰のためにやるのかっていう億万長者合宿の本編でもなんかそのお客様のためです家族のためですっていう人がいてんでなんか じゃあ、本当にそのために億万長者合宿に参加したんですかと。なんか、その、ふっかけたんですけど。まあ、手は上がんなかったですよね。まあ、結局、自分がこうなりたいんだけども、なんだろうな、誰かのためっていうオブラードを包んでるというか。うーん。本当に家族のためと思うんだったら、なんで諦めるんですかと。まあ、百歩ずってね。百歩図って、自分のためだったら、自分がね、あれだったらいいんですけど、 家族のどうのこうのとかみんななんか言ったりするんですけどじゃあそれ諦めるってことは家族のことを何も考えてないってことですかっていう話で <laughs> だから結局家族のためって言ってもやめるし自分のためって言ってもやらんし何のためにやってんのみたいなね <laughs> まあ結局どっちもどっちだなくどっちでも変わんねえなみたいな思うんですけどねうんまあでも僕は一番しっくりくるのは何のためにやってるんですか 自分が生きるため自分のためにやってるとそこから派生して誰かのためになったらいいよねっていううん誰かのためにやってるわけではなく自分のためにやってると自分が売り上げ上がるためにやるべきことをやるっていうことですねうんお客さんの信頼関係とかお客さんのサポートとかともう結局自分に返ってくるうーうーまあビジネスとしてまあそれが方程式なのでなんかね例えばその お客さんのサポートも全くしないけど売り上げがずっと上がり続けるリピートされ続けるっていう商売はなかなかできないと思うんですよ逆に難しいと思うんですよねお客さんのサポート一切なしでもう10年20年お客さんがリピートしてくれるそんなそれ神ですねそれ,それは僕無理だと思うんで <laughs> 僕はまあ安定的に継続的にビジネスを売り上,上げ上げていくんだったらまあサポートはした方がいいだろうし、うん、でもサポートはお客さんのためじゃなくて自分のビジネスをこう 継続していくためただし結果的にサポートをするからお客さんから見たら自分のためにサポートしてくれるって受け取ってくれればそれはそれでいいだろうしでも軸としてはもう自分誰のために自分のためにっていうのが僕は一番腑に落ちてますねだからこそブレないしだからこそ続けられるしってことですねもう一択です自分のためですと自分が生きるためですと自分が売り上げ上げるためですって言い切れますんででそのためにやるべきことはやるってことですね うん、まあ人それぞれ考え方とかフィッティングするマインドセットとかも違うと思うんですけど僕はそっちの方がフィッティングしますね、うん、あと一番嫌なのがやっぱ誰かのためにって言いながらやめていくやつが一番あんま好きじゃないですね <laughs> でも僕満帳じゃかしくんもうなんか悲しいですよねなんか100歩ずって自分のためにやって自分が諦めるんだったらあれなんですけど 家族、子供のためとか家族のためって言い、建前で言いながら辞めていくっていう。じゃあ本当に思ってないのかと。子供のこと思ってないのか、家族のこと思ってないのかって話で。<laughs> なんか悲しいですよね。男だったら、そこ責任持って、身内の家族ぐらいね。久保さんと僕は少なくても身内じゃないね。身内じゃない血縁,血縁関係全くない人を飯食,食うさせるために、自分が借金作ってまででも、 どんな手段しても金引っ張ってきて払ってきたっていう経験あるんでね身内じゃないんですよまあもちろん採用はしてるっていう責任はあるんだけども血繋がってないですからね血繋がってないけども責任持ってねあの従業員のためにこうなんか借り入れしたし頑張ったしうんもうやりたくないですねそれはいってらっしゃい